パルナソスホール姫路高校正門から少し北側にある姫路駅行きバス停留所姫路市立姫路高等学校は兵庫県姫路市辻井9丁目にある公立高等学校1939年開校普通科と探究科学コースがある通称一姫だが校内等での略称は姫校の表示は姫校音楽ホールパルナソスホールを有している 姫路市及びその周辺では、1936年の姫路線の全通、1937年の日本製鉄広畑製鉄所の設置などにより、姫路市に対する重化学工業地域機の期待が高まると、それに見合う労働力及び労務管理能力を育成すべく教育、特に中東教育に関心が寄せられるようになった。 ところが、兵庫県立姫路中学校やその周辺の県立中学校は、いずれも入学定員に対して志願者が殺到する状態で、厳しい入学難の様相だった。そこで、姫路市は、独自に、中学校の設置に踏み切った。それが1939年設置の姫路市立路上中学校である。この路上中学校は、この頃姫路市立高等小学校が、 急不評当従連帯弊社跡地から8台深田に移転したのに伴い、姫路城3の丸西高台に設置された。JR 姫路駅、山陽姫路駅から新規バス、姫路駅、バスターミナル10番乗り場より7系統、県立大工学部8系統、所社ロープウェイ9系統、大池第1乗車、姫路高校前は捨て上げ車すぐ、姫路駅より約15分。 ありがとうございます。